大相撲秋場所8日目、2024年9月15日、両国国技館。大相撲秋場所は15日、東京・両国国技館で8日目の取り組みが行われた。自己最長の初日から7連勝と単独首位を走る関脇、大の里、24イコール二所の関部屋、和東前頭3枚目、三嶽海、31イコール出羽海部屋と対戦。 連日の勢いそのままに大関経験者の御嶽海を押し出し、無傷の8連勝でただ一人中に勝ち越しを決めた。写真、大相撲秋場所8日目、裏、左、を押し,しで下す霧島。前日、物言いのつく際どい勝負で平幕、琴勝峰を下した関脇、霧島はこの日、前傾姿勢で攻め込んできた東前頭5枚目、裏を押し倒して1敗をキープ。 7勝1敗と星を伸ばした。結びの一番では3勝4敗と黒星先行の大関、豊昇龍が前日に琴桜を破った西前頭3枚目、若元春と対戦。若元春を首投げで下して4勝目を飾った。もう一人の大関、琴桜は大関経験者の東前頭4枚目、正代を押し出して勝利。連敗免れ6勝2敗、西前頭9枚目、 大勝馬と西前頭7枚目、美濃海の2敗対決は大勝馬がはたき込みで下し、6勝目を挙げた。8日目の取り組みを終え、8戦全勝の力士は大の里のみ。大1敗は霧島、2敗戦は北斗富士、錦木,木、高安、若隆景、大勝馬、遠藤、琴桜の7人となった。今場所初日から急上している横綱、照ノ富士に加え、 3日目からは関脇、貴景勝が休場。5年ぶりに大関から陥落し、10勝以上すれば1場所での大関復帰が叶う今場所だったが、慢性的な首の痛みにより場所も。